さあボートレースアシア5日目最終12レースのメンバーが登場してまいりました。さあ最終12レース一体どんな戦いとなるでしょうか。1号艇で登場は峰竜太選手です。ここアシアは周年記念3連覇もありまして G1V は6回と驚異の成績、3日目にもインから逃げての白星上がっておりまして、この準優勝戦ではどうでしょうか。2号艇には磯部誠選手、昨日準レースは先頭を走る薄島選手に迫る勢いでの2着、また地元からは瓜生雅代選手も5号艇アシア G1。準優勝戦第12レースが始まりました。これでアシアの72周年のファイナリストが決定します。メンバー1号艇佐賀の峰竜太、2号艇愛知の磯部誠、3号艇山口の白井英二、4号艇東京の中野次郎、5号艇福岡の瓜生雅義、6号艇徳島の島村隆義、以上のメンバーです。今アシアを愛しアシアに愛される1号艇の峰竜太、当時 G1V6 のダントツの実績で、さあここも押し切りといきますか。峰の以前2コース2号艇磯部誠、昨年グラチャン勝って SG ウィナーの仲間入り、さあアシア周年初優勝をかけて、3コースは3号艇白井英二、さすが見事なさばきっぷり、アシア周年3大会ぶりの優勝を狙います。4コース角は4号艇の中野次郎、近況の好調ぶりを芦屋でも発揮、猛暑に強い男。5コース九州の総大将5号艇瓜生雅義、そして大外は6号艇島村隆義、今年3月尼崎周年制し G1V3 に輝いています。1、2、3、4、5、6の並びスタートしました。準優勝戦第12レース、中へこみ1番2番5番6番いいスタート、逃げる1号艇の峰竜太、まくる6号艇の島村、刺す2号艇の磯部、押し切っています。1号艇の峰が先頭、スタートは前提正常でした。あっさり主導権を奪った1号艇峰、6号艇島村2番手、3番手は3番と2番並んで2マーク、トップ1号艇の峰竜太、2番手が6号艇の島村隆義、その後ろ3番手の競り合いは3号艇の白井英二、2号艇の磯部誠、レースは2周目に入りました。先頭を走るのは人気に応えます。1号艇峰竜太、2番手が6号艇の島村隆義です。その後ろ3番手の争い、3号艇の白井が回る、刺す2号艇の磯部、3番手の接戦、3号艇の白井がリード、これで上位3艇1番6番3番、その後ろは2号艇磯部と4号艇中野並んで、最後方5号艇の瓜生です。2マーク先頭は1号艇峰竜太、2番手6号艇島村隆義、3番手は3号艇の白井英二、1番6番3番の体型、レースは最終周回です。陰線堂々の押し切り、1号艇の峰竜太、トップで最後のバックストレッチです。そして2番手で続くのが大外からまくって仕掛けた6号艇島村隆義、3番手3号艇白井英二、上位3艇1番6番3番、この決着3連単のオッズは 67.8 倍です。最終コーナー先頭は1号艇の峰竜太、そして2番手に6号艇島村隆義、3番手は3号艇の白井英二、163の上位体系、準優勝戦第12レースまもなくゴールとなります。先頭1番五輪、6番五輪、3番五輪、4番2番五輪、5番五輪、以上前提ゴールインしました。準優勝戦第12レース1着となりました。1号艇峰竜太選手です。お疲れ様でした。今節も完全にいい流れに乗せてきましたね。もう船足がもうあの全てっていうか、あの本当にここ弱いってところは1個もないですね、はい、ではレース見ながら詳しく聞いていきます。進入内から1、2、3、4、5、6、峰選手1コース進入です。まずスリット足もいいですか。そうですね、ちょっと今スタート保険かけちゃったんですけど、うん、もう全然それでも伸び返してるんで、はい、もうなんか一人に見えました自分が。あ、もう一人前にいる感覚、はいはい、でそこからターンした時の、速いモンキーに対しての船の暴れのなさっていうのが、
ここ好きですね。いつも僕乗りにくいペダル乗ってるんで、はい、ここは跳ねやすいんですけど、もう吸い付くように、サイドがかかってくれるんで、はい、もう逆にこういう展開の方がやりやすいなと思いました。人を受け止めるっていうか、なるほど、スピードダウンする感じの方が。じゃあもう船足もすべて整って、うん、乗り心地も整って、はい、もう言うことないですね。そうですね、今までの芦屋の周年の中でもかなり高いレベルで揃っていると思います。はい、じゃあ今日も何もしてないですか？はい、もう3日前ぐらいから何もしてないですね。はい、そんな峰選手珍しいですね。そうですね、はい、はい、だいたい田松君の、はい、あれをしてます、指導してます。あ、はい、そうなんですね。だいたい毎日ね、レースに向けてプロペラ調整されてますもんね。はい、でもね、それだけ本当にいい手応えで入っちゃう、はい、明日もじゃあこのまま確認はね、もちろんすると思うんですが。いや、確認しないでいいです、多分。はい、もう見なくていいです。はい、頼もしい船足。はい、皆さんね、峰選手のね、インタビューを先輩方が見守ってくれていますけれども。今アロハ入りました。ね、入りました。僕の手じゃないですもんね、こう。愛情あるね、はい、先輩がね、たくさんいらっしゃいますね。はい、出ました。じゃあ最後、本家のアロハやっていただきます。はい、一言お願いします。はい、ここは足なんでね、明日はもう優勝しか狙いません。応援してください。アロハ、峰選手でした。ありがとうございました。はい、汗びっしょりの中アロハ、出してくれました。峰竜太選手のインタビューご覧いただきました。それでは競争成績です。1着1番峰竜太、2着6番島村隆義、3着